はいどうも、しおみんでございます。今どこかというとですね、後ろに見えてるようにね、近鉄の奈良駅でございます。友達のねがなんかライブやるっていうんで、ちょっと奈良に来ておりますが、今回の動画でねやってみたいのがね、先日ね、うさぎの島にいた時ね、360度カメラで撮影したらね、うさぎがね餌と間違えてねカメラの前で寄ってきました。結構ね面白い映像が撮れたんじゃないかなと思っております。はい、今回ね、360度カメラでですね、奈良の鹿を撮影したらどんな映像になるのか、ちょっとですね確かめてみたいと思ってですね、360度カメラを持ってきております。ということで奈良公園に行ってまいります。それでは、はい、要はねこういうことですね。ずーっと棒があって、最初にカメラついてるんで、でここをね、鹿にね近づけていくとどうなるかということでございます。それでは、はい、いっぱいこの辺にいるんでちょっと実験してみましょう。無視された、無視してるな、クーラー。ごめん、餌ちゃうの、餌ちゃう、アクアナらしい島になりたいですね。光ったからかな。と一緒にね撮影をしたいと思います。シカちゃん、シカちゃん、シカちゃん、こんにちは。すぐに線とか見えて、シカちゃん、あれもう一回行くよ。シカちゃん、シカちゃん、シカちゃん、ほら線取ろうよ、線取ろう。よし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 、どう？ツーショット。どんな映像が撮れてるのかね、僕もね見てないんでよくわかんないでございますが、楽しんでいただけたでしょうか。ちょっとよくわかりませんね。はい、ということでですね、いろんなね実験もねしていきたいと思います。はい、このね、映ってたね鹿がね可愛いなと思ったらですね、グッドボタンよろしくお願いします。あとねチャンネル登録もどうかよろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。